現代の養豚施設で使用される妊娠ストール妊娠ストールとは小鳥用の母豚を妊娠期間中に担当を飼育する個別の檻のことである。糞尿を処理しやすいよう排泄を定位置でさせるスペースの削減という理由から個々の飼育スペースは母豚のサイズと同程度 180cm ほどで展開ができないようになっている。頭部に 餌置けと飲み水設備が設置され、尻部の床は、すのこ状になっており、糞尿が下に落ちる仕組みになっている。母豚は、分娩が近づくと分娩ストールに移動させられ、子豚が離乳すると次の種付けが行われて、再び妊娠ストールに戻される。動物行動学者で、動物福祉施設の開発者でもあるテンプルグランディンによると、妊娠ストールの使用が広がったのは、 豚の屋内飼育が行われるようになり、自動給時器が設置されるようになった1980年代だという。現代では、豚が餌を食べたかどうかを管理するために豚に取り付ける、管理の容易な小型発信機と餌を食べた豚のスムーズな移動が可能な自動給時システムが存在するが、当時はそのような精度の高いものがまだ開発途中であった。 そのためグループ飼育した個々の豚の給仕管理が困難であったことから豚を一頭一頭別々のトンボに閉じ込めて給仕するという妊娠ストールが業界に広がっていったという。柵をカム母豚妊娠ストール飼育される母豚は主に全面を囲う柵を工場的に加えてかじる。柵か、尻や口の中に物が入っていないのに咀嚼し続ける。偽咀嚼。 水を必要以上に飲み続ける、退院行動といった異常行動を発現させる。欧州委員会の科学獣医審議会は、妊娠ストールの研究すべてで、反復的なステレオタイプの行動が見出されたと報告している。妊娠ストール飼育の母豚には、様々な健康問題が見られることが知られている。これらの中には、尿路感染症、呼吸器疾患、皮膚病変、 骨密度の低下、筋肉の健康状態の悪化、心臓血管の問題、足のけが、関節の損傷などが含まれている。妊娠ストールにおける心臓血管の健康状態の悪さや骨密度の問題、筋肉の健康状態の悪さはすべて運動の欠如に起因する。欧州連合は理事会指令、豚保護のための最低基準において2013年1月1日から、 妊娠ストールを禁止した。アメリカでは、フロリダ、メイン、ロードアイランド、オレゴン、アリゾナ、カリフォルニア、コロラド、ミシガンが妊娠ストールの廃止を決定した。日本の妊娠ストール日本の養豚業において一般的に使用されている。2018年時点で日本の養豚業における使用率は91.6%である。 2018年3月時点で法的な規制はない。ありがとうございます。